スティギモロックは、白亜紀末期、約6600万年前に生息していた県、カシラ類の恐竜の属である。現在のところ化石は、アメリカ内西部のヘルクリーク層、フェリス層、ランス層から発見されており、これらの場所には、ティラノサウルスやトリケラトプスも生息していた。タイプシュスティジャイモロックスピニファーは1983年に、イギリスの古石追動物学者、 ピーター・ガルトンと国立自然史博物館のドイツ人古生物学者、ハンス・ディーター・ズースによって記載された。俗名はスチュクスから来たモロクを意味し、首相名はトゲノアルの意味であるが、ソーニーデビルにモロクトカゲの意味があり、全体で死の川から来たモロクトカゲの意味でもある。死の川とはタイプ標本の発見地であるヘルクリーク層にちなんだものである。 後頭部の棘の塊と頭頂部の高く幅の狭いドームで特徴付けられる。この棘の塊は中央に長い角があり、周りを2から三本の短い保温レッドが囲んでいる。同じ層から発見されたドラコレックスはスティギモロクに似ているものの保温レッドが短くドームはない。この特徴はドラコレックス独特の特徴ともドラコレックスがパキケファロサウルスあるいはスティギモロクの 幼体もしくはメスであるための特徴とも解釈される。そのためスティギモロクがパキケファロサウルスの成長中の個体であるとする説もある。スティギモロク他のカタガシラ流類と人の大きさ比較。スティギモロクは比較的大型のカタガシラ流類であり、頭骨長は約46センチメートルである。北アメリカのカタガシラ流類でこれより大きいのはパキケファロサウルスのみである。 他の肩頭流類と異なり、頭部のドームが比較的小さく、側面にかけてやや平らで、なし型をしている。ドームの化石だけが孤立して見つかっても、広くて大きなパキケファロサウルスのドームと識別が可能なほど異なっている。ドームの大きさが体に比較して小さい一方で、頭部の装飾は他の型頭流類よりも成功である。短く、 円錐状のホーンレットが花を覆い、頭骨の公園には直径5センチメートル、長さ1 5トルに達する1体の巨大で後方が尖った棘がある。これらの大きな棘の周りには2、3個の小さな棘がある。これらのスティギモロク独特の装飾の機能については不明である。もし他の型頭流類が頭をぶつけ合っていたのだと、してもドームの小さなスティギモロクでは、 こういった行動は、あまり重要ではなかったようだ。その代わり、頭部の装飾は、ディスプレイのために機能したり、自己防衛に使用したり、鹿の角のように互いに組み合って、押し合いに使用したりした可能性もある。別の可能性としては、臨場骨の角は脇腹への頭付きの際に痛みを増すために使用したことが考えられる。ホロタイプの臨場骨とドーム別の肩頭流類。 ドラコレックスとされている標本は、実際にはスティギモロクもしくはパキケファロサウルスの個体であり、ドームや角があまり発達していないのは容体もしくはメスの個体であったためである可能性があるという説がある。この考察は古石追動物学会の2007年の会議で指示されている。モンタナ州立大学のジャック・ホーナーは、ドラコレックスの唯一の標本である頭骨を分析し、 この個体がスティギモロクの様体である証拠を示した。加えて、ホーナーは、ドラコレックスとスティギモロクがパキケファロサウルスの様体であることを示唆する証拠を示した。ホーナーと MB グッドウィンは2009年に、この事実の発見を出版し、これら、三種の頭骨のトゲとコブ、およびドームは互いに非常に過想的であることを示し、そしてパキケファロサウルスが、 生体の標本しか知られていない一方で、ドラコレックス・トスティギ・モロックは、妖体の標本しか知られていないことを示した。これらの初見に加えて、三種は同時代の同じ場所に生息していたという事実から、ドラコレックス・トスティギ・モロックは単にパキケファロサウルスの妖体であり、トゲの喪失とドームの成長は年齢によるものであると結論した。2010年のニック・ロングリッチらによる研究でも、 すべての平らな頭骨を持つケンカシ剣頭流類は、妖体であるという仮説が指示され、ゴヨケファレやホマロケファレといった平たい頭骨を持つ種は、生体がドーム状の頭を持つ種の妖体であることが示唆された。アーティストインプレッションオブエスティジャイモロック。ありがとうございます。